はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、徳です。今日はゲストにタイタイ来てくれました。どうもお久しぶりです。お願いします。タイタイです。どのぐらいぶり俺らが会うの。前なんかうち来たよね、はい、全員でなんか俺んち荒らしに来たよ。でもそれがもう半年前ですよね。えっ、その時僕動画出てないんで、うん、あれですね、動画で言うとだいぶぶりじゃないですか。え、ちなみにじゃあうちに来て荒らしに来た時はいつよ。荒らしに来た時あれは最後のポンちゃんじゃない。そうだからパーちゃんの時だから。え、1月、うん、あれ1月だったってこともう半年。じゃあ動画で言ったらもう皆さんえ、まあ、結構ぶりってことだよね。結構ぶりっすね。うわ全然。いや俺さ、チームランク SS5 になってることがすげえびっくりなんだけど。あ、ってことはじゃあ全力で伸ばしたんだ。あ、そうですね。ってことは全力出る前はどのぐらいだったの、チームランク。もう S8 でしたね。嘘でしょ。で全力で一番最初に波に乗った男は、うん、タイタイさんだと思ってる。ほんまですか。 S8 から SS5 まで上がったの。最初すごい楽しかったですね。そうだよね、はい、ちなみにどのキャラでどう変わってったかってなんか覚えてるのある？ちょっとマイチーム見せてよ。でももう4ヶ月ぐらい変わってないですよね、チームランが。一番強いのは、一番強いのが、うん、どれかな、これか、強い、これ天才ですね、うん、全然いいよ。あらかた入りのね。あ、この時あらかたやったんですね、うん、でも、これ違うのか。結構面白いですよ、タイタイさんのデッキ、いろいろ。そうですか。どれか面白い、覚えてます？いや、覚えてないですけど、でもその、ほんと全力で、多分一番最初に波に乗ったのが、うん、俺の中でもタイタイさんだと思ってて、うん、チームランク2個ぐらい下だったのに、2個ぐらい上行かれたんですよ。あ、そうなんだ。それで、うわー、やられたーと思って、うん、で、一気に追い抜こうと思って、で、タイタイさんどんなデッキでやってんだろうみたいな。皆さん知ってる、タイタイさんもそんな課金してないプレイヤーなんで。いや、そうですよ。一個ちょっとライバル心みたいなのがあって、うんうん、これとかヤベタ50使ってます。おいでも本当にこのヤベタ50になった時はもう何すごい嬉しかったですね。それさ、なんか動画でやってたよね。そう、あの時は48で多分ストップしてたんで、ね、うん、取んなかったでね、あの時は。はい、なんでこの時50になった時はすんごい嬉しかった。ヤベタ50になるとどうなるの。どうなる、これ見れるんでしたっけ。そっから見れないか。ちなみに皆さん、タイタイさんはですね、去年2017年度のパワチャンで、まあ、いろんな各地であるじゃないですか、そこの、まあ、4回会場があって2回の会場で壇上に立ってる方ですからね。スーパーマンですね。で、いやいやいや、周りの人間はみんなね、もう廃課金者とか多い中、ほとんど課金してないプレイヤーとして、チームランクも全然下の方だったんだよね。そうですね、その時も。なのに壇上2回も立ってますからね。え、で、ヤベタどうなの。あ、ヤベタは、うん、練習方法が 10% 10% なんだ、はい、そう、だからタイタイさんのいろんなデッキ見て、うん、これでいくのかみたいな、うん、これでもいくのかみたいなのがすげえ自分の中でもモチベーションで、いろんなデッキで俺も野手頑張ってやりましたね。投手も見せて、投手も。投手はね、うん、全然なんですよ。え、おって左で SS2000発。これがす、でもこれ、あ、これ俺から借りてるだろ。そうですね、変えとこも。いやいや、お願いしますよ。ああ、でもって感じ、うん、これがでも今なるみとかも50、うん、かかな。この時は多分サンタチの50がフレンドさんに、うん、いなかった時にこの時でやってたのかな。サッタチの50と40は全然違いますよね。全然違いますね。え、もうそれってさ、2つ目やってて違いはすごい感じる。全然違います。全然違います。全然、ほんと多分1回のサクセスで、ひどいサクセスしてても経験点500近くぐらい変えてくれる。おお、いい時はほんとタックにバンバンさんたち絡んでくれたら1000ぐらい1000ぐらい変えてくれるぐらい。そうですね、タック練習効果全然違いますね。へえ、ちょっとイベキャラも見せてください。あ、でも50は2体なんだね。あ、レアリティ順だ。パズドラガチャはハックが出たんだ、はい、ちなみにこの前のエビル高校のデビューガチャやったの。デビューガチャやりました。誰だったの。SR はとりあえず全部揃いました。おお、なんで、でも特攻どうやっていい、うん、どうやってもしてない、これか。結構高い。93%に？で、
50いるのフレンド。50はあれを使えればさっき、最近出たガチャのマー君。マー君。マー君の50で30。120。結構高い方なんじゃないの？高い方なんですか？高い方。ですね。ナイスファウガチャ券、選択ガチャ券使って全部揃った感じですね。いいなぁ。もう解放はもうちょっと今はここに PR、まあ、数枚はあるんですけど、さすがにちょっと突っ込みたくないんで。なるほど。とりあえず放置してますね。私みたいにどんどんガチャ回す人間はどんどんかけちゃうんですけど、やっぱりそこはセーフティーファーストでいくんですね、はい、とりあえずは、ちょっと60連でストップしとこうかなと、はい、ちなみに、はい、熱血甲子園大会熱闘か熱闘だっけ熱闘熱闘、大会はどうするんですか、このはーちゃんですか、これか、うん、このイベントはどうでしょう、 PSR を確保できたらいいなって感じです、ね、そんなにやるの？いや、いつも一応速攻を目安に頑張ろうと思ってるんですけど、どういう風になるかがちょっとまだ分かんないんで、今回読めないですよね。今回読めないですよね。みんなすごい走ってくるかもしれないし、いやだってタイ本気モードモードって書いてある。いつもずっとこの名前でやらせてもらってます。1年ぐらい前変わってねえのか。そうなんですよ、一応頑張るつもりではいるんですけど、全然わからないっていう。まあまあまあ、他の人がどう動くかにもよって変わってくるからね。そうや、他の人たちが全然わかんないですよね。上位がすごいガーンっていくのは全然 OK なんですけど、その下の、ね、自分のそう狙ってる順位付近がどんぐらいいるのか、うん、ちなみにこの前あったオープン戦はどうだったの？オープン戦はあれやった？もうあの時は荒野行動ばっかやってた？ちょっとそうですね荒野行動ばっかやってた。でもね、今日も徳さんと喋ってたんですけど、ここに順位出やんといてほしいんですよここに俺の方が順位高いぞ。俺3万9000円だ、ね、2回ぐらいしかやってないんですけど、全然で、ちょっとデッキも考えようかなと思ったんですけど、いや勘弁してほしいっすよ ね, ね、いやここに出すんだったらもう恥ずかしいから、俺もうちょい頑張ったんですよ。俺も 2万6000円ぐらいなんですけど、忙しい、ほんとできなくて。そうなんですよ、ね、ここに載せるんだったら俺ももっとね頑張ったのに。いいじゃん、なんか動画の後で加工してさ、なんか6位ぐらいに全部ガッて切っておけばさ、はい、これですか特がフォトショップとかでちょっとさっさとすぐできるからこれね。いやいや、やめてほしいですよね、ほんとに。これでもう、こっからでいいですよね、こっからでいいですよね。いや、ほんと勘弁してほしい、これ。ちなみにこの、はい、全国大会始まるけど、そうですね、どうすんの全国大会は、まあ、また各地行くの？行きたいですね。ただ、その落選した？あれは落選しました。愛媛のやつですよね、メール来るやつですよね。近いのにね、愛媛ね。落選しましたね。当選してる人ほとんど見ないんでね。見ないっす、見ないっす。確率が相当低いんだろう。そう、倍率どんなもんなんかなっていう。ただでも当日、まあ僕が徳島なんで、まあ隣なんで一応、愛媛は遊びに行こうかなとはちょっと今のところ。今の段階では思ってるんですけど。あれもう日付出てるよね、いつだっけ。9月、9月の、ちょっと見てよ、どこ見たんですかね。これか。これさ、特に我々は一応行くで予定してていいんだよね、はい、どうします本当に、いや俺さ動画で言ったんだよ、オフ会みたいなのしよっかみたいに。もう入れなかったら入れないでいいよっつって、もう愛媛観光みんなでしようぜみたいな。これ16ってことなんですかね。そうね、16ですね、はい、16は多分空いてる、じゃあ空いてるんですが、でも行きたいですよね。みんなが来るんやったら行きたいです。もう周りの例えば仲良くさせてもらってる関西の、例えばパワープラーの方、H さんとか、 H さんとかもう最近ちょっと絡みあんまないんですけど、俺も僕が絡みたくない。いやいや、絡みたくないですけど。それは僕も言えないですけど、ちょっと大阪もあんまね、行ってみんなと会う機会もそんなないんで、ね、みんなが行くんやったら本当に行きたいですし。だからなんかさ、去年の2017のなんか行く雰囲気のモチベーションとやっぱり今年は違うよね。去年やっぱり皆さんいろいろいろな出会いがあった中でだからさ、ね。そうですね。でね、もう事前に分かってしまうっていうのが、まあみんなも知ってはるところですけど、ちょっとね行く気を
間違いちょっと半減させてしまうとこですけども。え、どことどこで壇上上がったんだっけ、大阪と大阪大会と札幌大会、札幌大会、あとはもう、福岡と東京あれごとも無理でしたね。うん、まあ俺がいたからな福岡。そうですね、懐かしの1回目で横で終わってる、ね、やばーっとね。まあ、そんなことはいいんですけど、はい、そっか、でもタイタイとか来てくれたらなんか盛り上がるよねやっぱね。ほんますか。うん、いやだってさ、俺札幌行かなかったけど、はい、大阪で壇上上がったの知ってるし、はい、札幌で壇上上がったのも知ってるし、その中で福岡みんなで行ったじゃん。はいはいはい、だからその時とかもさ、うん、そのオフィシャルのカメラマンとかタイタイをよく撮りに来るんだよ。あー来てましたね。今回もタイタイさん行くんですかどうですかみたいな、ね、偉そうにさ、いや今回もまあちょっと行けたらいいっすけどねみたいな、なんかクールぶってさでもその話で言ったら福岡でカズさんが上がったばっかりに、うん、その次の東京とかはもう僕よりも先にカズさんの方にカメラ行きました。いやいやいや俺だって声かけんな、オーラ出したから声かけんな、オーラ出した、いや今集中したいんで、はい、言ったらお前だよ。あそう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 、あそうでしたね、そうその言ってました。いいっすよ、テレビ来たよ、いやすいませんちょっと今集中したいんでほんでイヤホン、イヤホン、イヤホンして集中したいんで、ね、全然ダメなの。そうか、でもねミストもそうだったよね、いや集中したいんで時間が限られてるんでね、うん、いやだから今年どうなるのか分かんないけど、またみんなでワイワイしてさ、なんかその後にみんなで乾杯とかやりたいよね、うん、なんか同じね楽しいって思う趣味っていうか分かんないけどものをねやっぱりやってる人間同士で話すとなんかくだらないけど楽しかったりするからね、うん、そうなんかそれやりたいな、難しいっすね。でも全会場は行かれる、うん、いや行きたいと思ってるよ、うん、どこだっけ、愛媛がなんかびっくり都市だよね、うん、愛媛だけだよね、愛媛、ね、大阪、東京、はい、最後どこだっけ、福岡、福岡、うん、しかもまた期間が短いのがなんか、あーそうですね、うん、なんかわかります、うん、1ヶ月ぐらいが本当のモチベーション的にすげえちょうどいいんですよ。あ確かに1回2週間ぐらいこうやって落ち着いて、うん、よしまたじゃあ次の大会に向けて頑張るかみたいな、また2週間また一気にスイッチ入れるんですよ。そうだよね、なんか疲れちゃうよね。確かに、ね、だって2週間ですよね間、確か今回。あそんな短いんですか。2週間です、2週間です。へえ、だからなんかより多くの人にやって来てもらいたいんだろうね。うん、いや1ヶ月空けてほしいですけど ね、 そうですね。やっぱ1ヶ月空くことでまたおーみたいになるじゃないですか、うん、2週間だったらまたかよって、またかよって、うん、久しぶりとも言えないよなおすげえ軽い感じになっちゃう。どうすっかな、なんか家族旅行も一緒に兼ねちゃおうかなとか思っちゃうよね。思いますか。うん、俺昔とかさ、うん、そのまあ、パワプロ関係ないけど自分でなんかイベント主催してね過去やってた時とかは佐世保、はい、九州の長崎とかでイベントやって、うん、長崎待ち合わせとかしたの、うん、奥さんと、うん、なんかそういうようなのでなんか家族でなんかやりたいなとは思うけどね、うん、これだからもうモチベーションそっちになっちゃう、なっちゃうなっちゃう、うん、言ってることは分かります、言ってることは分かります、うん、でも僕も4ヶ月ずっと多分おそらくチームランクは変わってないんですけども、うん、一応またいつも通りこのパーちゃんとか、うん、こうイベント前にまたモチベをなんとかこうググッと本気モードがもっと本気になるね、本気モードに持っていって、うんうん、ねえなんとかリベンジっていうんですかね、わかんないですけど、うん、今はそれぐらいの気持ちに持っていきたいなとは一応思ってます。でもさ、はい、多分去年より壇上上がりやすいんじゃないの、はい、いやでも僕は去年よりも上がりにくいんじゃないかなって、そう正直思ってます ね、 マジで、うん、だって本当にそのなんかミラクル起こす人はいるだろうけどさ、はい、ガチでそのなんかデキパワーめっちゃある人とかは減るじゃん。まあそうなんですけども、うん、ミラクル起こす人でも僕もどっちかっていうとミラクル起こした方じゃないですか。ミラクル大体、はい、ミラクル大体、うん、起こそうと思ってもやっぱ多少のある程度の、うん、なんていうんですかね、チームランクにしてもそうですし、あのイベキャラがね、イベキャラもある程度やっぱ揃ってないといけないと思いますし、今の現状で言ったらまあどうなるか分かんないですけど、もしポイント出すにしても例えば練習効果アップだったり
でもしビンゴとかだったらそのキャラを持ってないとまず始まんないっていうことがスタートするじゃないですか、うん、そうなるところでまず振り分けが一応あってでそこでの差っていうのが最後の詰めるところがまあそのミラクルであったりまあ運であったり、うん、なんていうんですかそのプレゼンがやっぱ出てくるんかなと思うんで、うん、もうそこの最初の振り分けが一切ない状態でスタートするんで僕は正直去年よりもだいぶきついんじゃないかなと。でそこの会場に行くまでにもう結果が分かっちゃってるじゃないですか。でもそこに足を運ばなくてもいいっていうのも大きいかなと、うんうん、そうもうユーザーがいないし、うん、1億人いて、はい、まあ、1億人全員が同じフラットなわけじゃないですか、うん、そのもう45で固定されてて持っていけるキャラが20体ぐらい限定されててってなったらそのミラクルを1億人が誰が起こすかみたいなところなんですよ。そうなんですよね。ってなるとそこでは運がかなり必要、本当にミラクルじゃないといけない、うん、例えばもう僕大阪大会に関しては結構ミラクルだと思ってて、でその後の札幌大会はなんとか頑張れば、うん、で人数もある程度少ないかなっていう予想のもと、うん、あ、まあ、友達と一緒に札幌に行ってすごい徳さんにもお世話になったんですけども、うん、まあ、やっぱそういうのもあるし、やっぱ足運ぶ努力もまああったと、あったかなと自分の中ではね、やっぱあったと思いたい、うん、それで運んで、うん、そうですね、でそれで直前ね準備したっていうのが功を奏したのかなと思ってますし、そうだから今回の方が厳しいんじゃないかなって僕は思ってますけど、タイタイさんと僕より本当にちょっと入れキャラ少ない人たちは逆に良かったとか思えるんじゃないですかね。そうですね、自分とタイタイさんぐらいは最低限そう今までのルールでもその言語ルールでもギリギリいけるぐらいの持ってたんですよ、うん、そこにあとそのミラクルだったり多少のプレセンでギリ食い込めるかみたいな、これでまあ俺食い込めず食い込みまくりの去年だったんですけどそこがもう今年はみんな本当フラットになったんで、うん、自分より本当にそのちょっと下の層の方たちは嬉しいんじゃないですかね。確かに僕ぐらいはちょっと悲しかったですね。まあでもどうなるんだろうね本当ね、うん、いやさ何大会かあってさ多分ほぼ決まってるじゃん、はい、でもその盛り上がり度によってはなんか後を変えてくる可能性ってあるじゃん。あ、その最初の大会で。そう、うん、いやでもないと思いますよ。決まってると思いますけどね、うん、その期間の感覚考えると、うん、あの僕たちのこの、うん、自分を上級者とは言いたくないですけど、やっぱパープルユーザーがいる中で見たら、うん、がっつりやってる側じゃないですか。やってる側っすよ、ね、普通に SS4 だったら全然やってる、まだそう全然やってる、ちょっと思いたいですけどもそれで比べたらやっぱり最近始めた方たち向けのイベントですから、うん、そうだよね、もうそこに本当着手してるんで、エビル高校見てもそうだもんね、はい、うん、自分たちがいくらもブツブツ言っても、うん、もうそっちベースでやってるんで、うん、もうしょうがないですね。そこをいかにやってきた私たちもふてくされずにやれるかっすよね、うん、そうですね、だからモチベがね難しい、本当に大事かなと。今日ももうカズさんと徳さんと久しぶりに会えて、うん、なんとかこうパワーをもらおうと思って、ね、いやさっきウイレでやってたじゃんそんなこと言ってウイレでやってたからな、うん、それはもうちょっと、うん、内緒にしといてほしかったですね、うん、間違いない、2時間ぐらい一緒にそうや、そうです、ね、ウイレやってたからねウイレ2時間くらい、いや楽しかったですよウイレも、はい、うん、ちょっとモチベ上がりましたもんねまあでも楽しみだね、なんかやっぱり去年さ大阪大会で出会ってさ、そっからのつながりでねちょいちょい連絡も取るようになったりさ、うん、やっぱりそういう出会いの場でもあるからね、そうですね、うん、まあ今見てくださってる方とね出会える可能性だってあるし、まあ我々としては積極的に前回場行きたいなと私は思ってます、うん、なんでねタイタイもぜひ前回場行こうよ、はい、なんとか、うん、うん、そうだ、なんかそれもさなんかちっちゃななんかラブワゴンじゃないけどさ、うん、ああいうなんかマイクロバスみたいなの貸し切ってさ、ラブワゴンはまずいっすよ、ね、男しか来ないっすもんね、そうです、いやミヤヤさん、ミヤじゃん、みんなでミヤヤさんみんな大好きミヤヤさん、途中で降りないといけないあとなんだっけあのパワーギャルちゃんとかさ、みんな大好きパワーギャルちゃんすごそうだね、なんか取り合いがね凄まじい、いやそりゃそうっすよ、誰が男同士だよ、誰が隣座るんだみたいなね
個の上に乗っかってたりしてね、おいということで、はい、まあ、頑張っていきましょう、はい、で皆さんと会える日を楽しみにしてるんで、きっとタイタイにも会えますから、はい、そんな感じで何か言い残したことないですか？ないそうです、はい、そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう、はい、バイバイ。